こんにちは、文人水墨画教室の琵琶道真です。今回は、年賀状に書けるような、お手本にして紹介したいと思います。来年は牛年なんで、これは富岡鉄斎の牛を参考にしました。これまあ普通に牛、あと牛ばっかり言うんでは飽きたかなっていう人もいると思うので、前回お手本にした南天の絵をこう年賀状になるかなってハガキサイズにしました。それと山水画も、こっちは五章石をお手本にした梅花鍾馗って書いている年賀状のお手本です。こっちは彩白石です。どっちも中国の有名な画家です。お月さん、満月の絵で変わっているので面白いかなと思ってとお手本にしました。これらの絵の描き方をまた説明していきたいと思います。まず初めにどんなハガキを使ったらいいかとかあると思うんですけど、まあ、ちなみになんですけど私はこれを使いました。いろいろ使って描きやすかったんでね、どこのメーカーか実はよく分かってないんですけど、書道用品店に行ったらありました。使う筆なんですけど、普通の大きい筆とかよりかはやっぱり小さい絵を描くときは小さい筆を使ったら描きやすいです。当たり前ですけどね。でちなみにこの作用って書いているこの筆の大中小あるんですけど、それを使って描いてます。ネットにも多分あると思うんですけど、よく探したら意外と安いのがあります。私はハガキを描くときはいつもこれたくさんあります。全部作用、ということで今回この動画は紹介なんですけど、この下にそれぞれのリンクを貼って書き方を説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは。